い万年平のあんたのパソコンだもの。ウイルスまみれに決まってるわ。私自ら消毒してあげる。ありがたく思いなさい。社長令嬢のマナが俺のパソコンに手を伸ばす。俺は必死に制止するが、マナの命令を受けた男性社員が俺を羽交い締めにしていてどうにもならない。やがて初期化されてまっさらな状態になったパソコンと俺を残し、マナは高笑いしながら去っていった。俺の名前は中野、37歳の会社員だ。中小規模の家電メーカーの開発部に勤めている。自分で言うのもなんだが、真面目だけが取り柄の平凡な男だ。仕事はできるんだからもっと欲を出せなんて言われる時もあるが、生活に不満がないので欲を出しようもない。そんなある日、俺に転機が訪れた。中野くん、少数精鋭で社運をかけた極秘商品を開発してくれないか。俺にそう言ったのは我が社の社長だ。開発のメンバーになれというお話でしょうか。俺の質問に社長は首を振る。ただでさえ社長室に呼び出されて緊張していたのに話がつかめない。ああ、いや、リーダーとして活動してほしい。他の人選は君に任せるよ。中野くんの力が必要なんだ。社長によると、新しい風を呼び込むのが目的とのこと。まるで漫画の第1話のような急な展開に俺は混乱した。もっと優秀で役職のある方にした方がいいのでは。そもそもなんで私なんでしょうか。娘のマナーにとも考えたが、あれは仕事以前の問題だからな。マナは社長令嬢であり我が社の社員だ。俺のいる開発部に所属していて俺の後輩でもある。名門大卒らしいので頭はいいのだろうが、やる気がゼロで協調性もない。自分都合で仕事をサボるのは当然で、簡単な資料作成すら他人に押し付ける始末だ。何かと学歴や社長令嬢という身分を持ち出してきて周囲に嫌われていた。正直極秘開発よりもマナをどうにかした方がいいと思う。甘やかしてばかりの社長にも問題がありそうだ。遅くできた一人娘らしいので、それが原因なのかもしれない。続いて、俺が選ばれた理由について話が移る。3年前、マナが社長直々に仕事を受け、プレゼンをする機会があった。入社して数年経ったから、成果を見せてほしいという意図があったそうだ。結果、プレゼンは惨敗。会社員としてのスキルが磨かれていないのだから当然の結果とも言える。当時、俺も同席していたが、内容がひどく、社長は落胆していた。そこで見ていられなくなった俺は、つい口出ししてしまったのだ。改善点の指摘や、そのための対策など、思った内容を口にした。今思うと、余計な真似をしたと思う。だが、俺の指摘で、なんとかそれなりの着地点でプレゼンを終えられた。社長が俺に目をつけたのは、この瞬間だったという。それから、社長が密かに俺を調べた結果、目立った功績はないものの、優秀で勤勉な社員だと評価に至ったのだとか。こんな社員がいたのかと驚いたのを今でも覚えている。中野くん、どうか頼むよ。ここまで言われて断れるわけがない。俺は面倒だと思う反面、ワクワクしている自分に気がついていた。それから2ヶ月が経過。俺は親しい同僚に声をかけ、総勢5名で極秘商品の開発に取り組んでいる。極秘なので堂々と通常業務中には活動ができず、残業で打ち合わせをしたり、時には休日出勤するなど工夫していた。俺は社用パソコンにデータをまとめてどんどん保存していく。俺たちは話し合いの末、卓上冷風機を新商品として発表しようと決めた。うちはもともと扇風機を作っているメーカーであり、ノウハウがある。近年在宅ワークが増えたことからも、この手のアイテムに需要はあるのだろうというのが理由だ。しかし冷風機は水を使用した水冷式が多く、パソコンの中に結露が生じるのではと心配する面も。そこでパソコンの近くでも安心安全に使えて、
安価な卓上冷風機を開発しようとなったのだ。すっきりしたデザインで、機能性も重視しないとな。中野さん、カラーバリエーションも思い切ってたくさん増やしたらどうでしょう。こんな感じで話し合いが進んでいく。仕事の話し合いが楽しいなんて久しぶりだ。しかし、そんな平和な時間は長く続かなかった。あれ？中野はまだ残業してるのね。そんなに仕事が遅くて、どうしてまだうちの会社にいられるのか、不思議でしょうがないわ。残業して一人デスクに残っていた俺に、声をかけてきたのは、社長令嬢のマナだ。後ろには、がたいのいい男性社員を引き連れている。仕事もしてないマナは、何のためにこんな時間まで残っているのやら。俺は、内心ため息をつきながら、ちらりと視線を向けて会釈した。ああ、お疲れ様です。俺はさらっと流して作業を続ける。マナは3年前のプレゼンの時から何かと俺を目の敵にしていた。俺に手柄を取られたと感じたのだろう。中野と先輩の俺を呼び捨てにするようになったのもその頃だ。身だしなみが汚いだの、顔が汚いだの、いつも会うなり暴言を吐いてくる。自分で言うのもなんだが、身だしなみには気を使っているし、顔立ちに関してはただの悪口じゃないか。中野のくせに生意気ね。適当にあしらうんじゃないわよ。俺に素早く近づき、マナが俺のパソコンを覗き込む。ちょっと、何をするんですか？極秘開発の作業中だったため、俺はとっさにパソコンを体で隠した。見せなさいよ。どうせエッチな動画でも見てるんでしょう。汚らしいわ。最低よ。は？そんなわけないでしょ。仕事です。俺の反論にも、マナは一切引く気を見せない。上田、中野を押さえて。俺が抗議すると同時に、マナが男性社員に命令した。上田と呼ばれた男性社員は戸惑っていたが、結局は、すみませんと言って俺を羽交い締めにする。俺は嫌な予感がして、話してくださいと声を荒げた。マナが意地悪く笑う。やっとそのすまし顔を崩してやったわ。俺はマナを逆上させないよう慎重に言葉を選んだ。3年前の件でマナさんが俺を嫌っているのは知っています。俺は、ただマナさんが頑張った成果がダメになるのを見ていられなかっただけです。何か誤解させたなら謝ります。ですから俺を解放してくれませんか？マナは俺の言葉に気分を良くしたようだ。私のためだった？ふーん。なら、これからは私の命令に何でも従いなさいよ。3年前の罪滅ぼしとしてね。俺は、上田のようになる気はないとため息をつく。嫌ですよ。マナさんは社長の娘さんですけど、社内では俺と同じ役職もない、ただの一般社員だって自覚した方がいいですよ。背後から、ほんとそれっと上田のつぶやきが聞こえた。こっちが下手に出れば調子に乗って、よくも私をバカにしてくれたわね。下手に出たのは俺だ。そう思っていると、マナはパソコンを指さした。汚い言葉で私を傷つけるような万年平野のあんたのパソコンだもの。ウイルスまみれに決まってるわ。私自ら消毒してあげる。ありがたく思いなさい。は？マナはにやりと口元を歪ませ、俺のパソコンを乱暴に操作し始める。あ、何をする気だ！やめろ！必死にみじろぎするが、上田はびくともしない。消毒完了。初期化してあげたわ。これで綺麗になったわよ。よかったわね。やがて、マナの楽しげな声が俺の耳を打った。ウイルスまみれって、俺のパソコンがコンピューターウイルスに感染しているとでも思ったのか。初期化と聞いて愕然とし、それと同時に上田の腕の力が緩む。いい君ね。邪魔。マナは高笑いしながら去っていった。最後に申し訳なさそうな上田と目が合う。しばらくして俺は立ち上がる。
今までは相手にするだけ時間の無駄だと思って流してきたが、今回ばかりは許せない。何が許せないって。自分の感情で人が積み上げたものを平気で簡単にぶち壊そうと実行できるその根性だ。マナさんには、いい加減きついお灸が必要だな。俺はつぶやき、部署内の電話に手を伸ばした。翌日、俺は社長室に呼ばれていた。この場にいるのは俺と社長、そしてマナの3人。マナは昨夜の件で呼ばれたと薄々気がついているようで落ち着きがない。さて、今日2人に来てもらったのは。パパ、中野に何を言われたのか知らないけど、パソコンはこいつが自分で。マナが先手を打とうと口を開き、社長の言葉を遮った。パソコン？マナ、お前は自分が呼ばれた理由が分かってるようだな。昨日お前が消した中野くんのパソコンには非常に重要なデータがぎっしり詰まっていたんだぞ。自分の出現にハッとしたマナを横目に、そのまま社長は説明する。俺とメンバーが社長命令によって極秘で商品を開発していた事実を。そんな冗談でしょ？こんな万年平社員に社運をかけた開発を任せるなんてどうかしてる。役職は関係ない。わしは頼みたいと思った社員に託したまでだ。そんなことより中野くんに謝りなさい。社長の言葉にマナはバカバカしいと言わんばかりに鼻を鳴らす。なんで謝らなきゃならないのよ。それにパソコン？データを消した？何のことかわからないわね。社長の怒りの表情から逃れるようにマナは顔を背けてしらばっくれた。そのタイミングで社長室にノック音が響く。入室したのは昨日俺を羽交い締めにした上田だった。俺も社長も上田がやってくるのは知っており、予定通りだ。マナが青ざめる隣で上田は俺に頭を下げた。マナさんが中野さんのパソコンを初期化するのを俺は見ていました。俺はマナさんに命令されて中野さんを羽交い締めにしてたんです。本当に俺申し訳ありませんでした。なぜ上田がマナの言いなりになっていたかというと、彼は弱みを握られていたそうだ。上田は営業部らしいのだが、仕事が合わないストレスからたまに人目のない場所でサボっていたらしい。そこをマナに証拠の動画を撮られ、私に逆らったらこの動画をパパに直接提出してやるからと脅してきたそうだ。それからずっとパシリのような扱いを受けてきたのだとか。上田にも問題があったとはいえ、マナの行動はどうかしている。確かにサボりは問題行為だ。それについては追って沙汰を伝えるとしよう。社長はうなずきながら言う。でたらめよ。こいつらが私に恥をかかせようと。いい加減にしろ。社長の剣幕にマナは首をすくめ、俺はすかさず口を開いた。マナさん、いい加減認めたらどうですか。怒られるのが嫌で言い訳を重ねるなんて、子供だってもう少し潔いですよ。そうだぞ、マナ。パソコンには中野くんとメンバーの思いと努力が保存されていたんだ。それをお前は一時の悪ふざけで簡単に消した。社会人として以前に人として最低な行為だぞ。データを消された時に俺が思った内容そのままを社長は口にする。社長や俺、そして上田の冷たい視線にさらされ、マナの目に涙が溜まり始めた。最初こそ私は悪くないと強がっていたものの、自分のしたことの大きさを自覚し始めたのだろう。何よ。だったら、初めから重要なデータがあるって言ってよ。床に座り込み、泣き始めたマナ。いや、会社のパソコンは全部重要でしょ。逆に重要じゃないパソコンなんてあります？俺が真顔で答えると上田が確かにと吹き出すのが聞こえた。誰も味方をしてくれない状況でようやく観念したのか。こ
ごめんなさい。ごめんなさい。まるで幼い子供のように声を上げて泣き始めたマナ。俺より年下とはいえ、マナは30を過ぎた大人だ。謝罪はともかく、その泣き方が凄まじくて思わず引いてしまう。俺と社長、上田は顔を見合わせてうなずいた。実を言うと、俺のパソコンは確かにマナの手で初期化されてしまったが、きちんとバックアップが取れていたのだ。俺だけではなく、うちの社員なら全員が会社のサーバーを使ってバックアップを取りながら仕事をしている。マナはまともに仕事をすること自体が珍しいので、バックアップを取るという考えそのものが頭になかったのだと思う。データが無事なら、なぜこんな状況になっているのか？それは、マナにお灸を据えるためだ。俺は、マナが去った後、内線で社長室に電話をかけた。まだ社内に残っていた社長に、ことの経緯を説明し、俺はこう言ったのだ。もう、マナさんの横暴には限界です。今回はバックアップができていて、なんとかなりますけど、このままだといつか取り返しのつかない事件を起こしますよ。というか、これ以上マナさんをのさばらせておくなら、メンバーには悪いけど、俺はこの仕事を降りさせていただきます。最後の発言はハッタリだったのだが、社長には効果抜群。こうして今に至るというわけだ。しばらくマナが泣いて謝罪した後、俺たちは真相を教えてあげた。いいか、マナ。わしらは意地悪のためにこんな真似をしたのではない。お前が中野くんと上田くんにした行為が悪質なのは事実。わしらはお前に反省してもらい、自分を見つめ直してほしかったんだ。しゃくり上げるマナに、社長は優しく話し続ける。これで一件落着かな。俺も隣にいた上田もきっと同じように思っていたはずだ。しかし予想は斜め上を言った。へたり込んでいたマナがすっと立ち上がったかと思うと、いきなり俺の胸ぐらにつかみかかってきたのだ。ちょっと乱暴は。上田の静止も虚しく、俺はマナによって壁に押し付けられる。パパに気に入られて、私をバカにできて、さぞ楽しかったでしょうね。絶対許さないから。上田が慌ててマナを引き剥がした。変態、触らないでよ。マナがジタバタしている間に、俺は息を整える。俺が反論しようと口を開いた瞬間、パンと乾いた音が室内に鳴り響いた。このバカ娘。社長がマナの頬を叩いたのだと瞬時に理解する。マナは驚いて力が抜けたのか、再びヘナヘナと床に座り込んだ。頬に赤みが少ないところを見ると、さすがに本気で叩いたわけではないらしい。止まった涙が再び流れ出し、マナは感情を吐き出すようにわめいた。そもそも、私は、パパの会社になんか入りたくなかったの。なんで社長令嬢が働かなきゃならないのよ。でもパパとママがそんなのダメだってうるさいから。社長はマナの発言に額を抑え。そうか、それは悪いことをしたな。今まで痛くもない会社にいたから、好き放題して周囲を困らせていたわけだ。と乾いた笑みを漏らす。これを機に心を入れ替えるなら、人手が足りない支社に移動させて、根性を叩き直すくらいにとどめようと思っていたが、ああ、そうか、そうか。そもそも、
パパの会社なんかいたくなかったか。マナは何かを察したように青ざめ、俺と上田に助けを求めた。あんたたち、私をフォローしなさいよ。どうしてここで助けてもらえると思うのか、理解に苦しむ。私や上田くんにした仕打ちに関してこの場にいるだけで、マナさんたち親子のお話に私たちは無関係ですから。俺が言うと、上田も、そうっすよ、と同様にうなずいた。こうしている間にも、社長は、そうか、と繰り返し笑い続けている。正直、見ている俺たちも怖い。ああ、君たち。今回は本当に迷惑をかけたね。もう娘のことで煩わせたりはしない。社員を第一に考えるよ。今更かもしれないが、心に誓う。この言葉を最後に、俺たちは頭を下げて扉に向かう。待って、置いていかないで。今パパと二人きりになりたくない。待って。マナの悲痛な叫びが聞こえたが、女王様もこれで終わりですね。お父様とごゆっくり。と、俺はニコリと笑い、そのまま扉を閉じた。およそ半年後、俺とメンバーで開発した製品は無事に商品化。機能的でセンスもいいと評判で、好調に売り上げを伸ばしている。俺は功績を認められ、今では開発部の係長に昇進。順調なら次の課長にとも話が出ている。他のメンバーもそれぞれ昇進や希望部署への移動など恩恵を受けた。マナはというと、会社と実家を追い出され、ワンルームのアパートで一人暮らししているらしい。就職活動をしながらアルバイトをしているようだが、マナの性格を見透かされるのか、あまりうまくいっていないようだと社長が話していた。上田は営業の仕事からさらに忙しい製造部に回された。一応処罰としての移動なのだが、本人は性に合うのか楽しそうに仕事をしている。役職のない気ままな日々とはお別れなのは少し寂しい気もするが、俺は俺で仕事にやりがいを持って毎日を楽しもう。